阿波踊りの王道を目指して踊る楽しさ、学ぶ喜びを感じながら日々練習に励んでおります。表現したい感情や景色を音と踊りで語ることができるよう、これからも追求してまいります。阿波の殿様蜂須賀様が今に残せし阿波踊り、謎の浮世絵師東秀斎が新たな歴史を描きますということですが、またお着物もね、素敵な、はい、左袖に絵が描いてあるんですね。で、聞く、まあ、東秀斎写楽ってね、謎と言われるけど、どうも徳島の下級武士だったようですね。で、聞いたとります。そうなんですね。それが最近になって分かってきたり、まあ、そんなことも含めて、徳島志向の連ではありますね。そうですか。はい、では東秀斎の踊りをどうぞご覧ください。はい。